なんという禍々しき姿よ。これが闇竜シャムダか。お前も随分強くなったな。よし、行くぞ。はぐれるなよ。魔物とは桁違いの力ですね。ここで決めるわ。イガースラー、じゃないはずだ。分かってるわよ。でも早くしないと城のみんなが。ここまで追い詰められてしまったか。残されているのはもう城のみですわ。ここを突破されたら世界中が。本当に最後の砦というわけですね。来た、みんな作戦通りに行くぞ。よし、行くわよ。息子よ、この光の腕輪は我らが代々守ってきたもの。とても強い力を秘めた特別な腕輪なのだ。だがお前が真の勇気に目覚めぬ限り、腕輪の力もまた目覚めることはない。真の勇気とは恐怖に立ち向かう強き心、そして己の身に変えても大切なものを守ろうとする優しき心。
お前が真の勇気を持つ者ならば、きっと腕輪は応えてくれるだろう。やっぱりホミロンの冠が。やったやったよ。僕、真の勇気を出せたんだ。光の腕輪が答えてくれたんだよ。ホミロン、すごいわ。ホミロン、お前は本当にすごいやつでです。あれを、シャムダの体を覆う闇が腕輪の光で弱まっていますわ。倒すなら今だな。作戦はもう必要ない。あとは立ち向かうだけだ。ミロンに負けない。勇気を持ってな。ダイヤモンドダスト、あなたを倒して絶対に取り戻すわ。魔物と人が仲良く暮らす、あの世界を。二人とも本当に強くなったな。守護者として誇りに思うぞ。さあ、このわしがついておる。持てる力を全て発揮するのじゃ。伝説の闇竜シャムダと戦うだなんて、さすがに予想はしてなかったけど、最後までとことん付き合わせて。挑戦者としてじゃなく、仲間として。世界を破滅から救うことができるのですね。覚悟はいい。その時は私も姫様に。やはり私には。俺は大勢で群れるのは好きじゃない。だがたまにはこういうのも、仲間の絆っていうのも悪くないな。ここで出会った大事な仲間のために、一肌でも二肌でも脱ぐでがすよ。レティスは大変なことに巻き込んでくれちゃって。でも感謝しなきゃね。この世界で最高の仲間と出会えちゃったわけだし。私とフローラさんがこんな冒険をしたって知ったら、みんな驚くだろうな。こいつをやっつけて、元の世界で待ってるみんなをもっとびっくりさせてやるわ。闇の竜だかなんだか知らないけど、これ以上の勝手は許さないわよ。Thank you.
力だ。何かもう一押しあれば。皆さん、ご無事ですか。この通信、バトシエだわ。よかった、最終調整が間に合ったのね。これより我々も一緒に戦います。世界に平和を取り戻しましょう。私たちも応援してます。どうか闇竜を倒し世界を守ってください。我が一族も皆で祈りを捧げています。あなた方の勝利を願って。分かったわ。私も乗せてもらったわよ、この戦いの結末を見届けるために。聞こえましたか。他の町の方々も駆けつけています。ありがとう、みんな。頼もしい部下を持てたこと誇りに思うわ。それじゃ総員砲撃準備、全弾惜しみなくぶっ放しなさい。はっ、お任せください。よ
った、闇竜が消えていくでガス。闇が光に変わっていく。わあ、すっごく綺麗。何もな。さあ、お祭りのやり直しだ。みんなたくましいの。あれだけのことがあったというのに、この盛り上がりようじゃ。あんなことがあったからこそですが、今回の一件では人も魔物も傷つき、悲しい思いをたくさんしましたもの。大変な苦難を乗り越えた喜びをみんなで分かち合っているのでしょう。ん？見て、あれは きっと私たちを迎えに来てくれたんだわ。元の世界へ送り届けるためにね。え？みんな帰っちゃうの？そんな、せめてお祭りが終わるまで待ってもらえないのかな。せっかくのお祭りだもの、私ももっと楽しんでいきたいわ。だけど、賑やかなのが終わった後だとお別れがもっと寂しくなっちゃいそうだから。そうですね、姫様のおっしゃる通り、我々はこの辺りでおいとますることにいたしましょう。分かっていたこととはいえ、いざさよならとなるとやっぱり寂しいでガス。やだ、言っちゃやだよ。やめてよ、私まで泣きそうになっちゃうじゃない。私たち強い絆で結ばれた仲間ですもの。本当はずっと一緒にいたい。でも元の世界にも私たちの帰りを待ってる大切な人がいる。だから戻らなくちゃ。そうよね、
すごく寂しいけど、みんなには元の世界に帰るべき場所があるんだものね。ほら、ホミロ、あんまりみんなを困らせるなよ。やあね、湿っぽくなっちゃって。根性の別れってわけでもないんだし、もっと明るくさよならしましょうよ。別の世界に暮らしていても私たちこうして出会えたんだもの。きっとまた会えるわ。そうね、絶対また会いましょう。うん、約束よ。うん。また会うことがあればはっきりさせようぜ。俺の剣とお前の完璧な作戦、どっちが強いかってことをな。ああ、約束だ。さようなら。みんな、ありがとう。絶対また会おうね。行っちゃった。これで全部終わったのね。いや、まだ終わりじゃない。みんなの力で闇竜は滅び、世界は平和を取り戻した。だが、いつまたヘルムードのような奴が現れないとも限らない。それに、俺たちがまだ見ぬ世界がいくつもあるんだ。この世界の外にどんな危険が潜んでいるのかわからない。つまりだ、俺たちはこれからも…もう、また長いやつ？分かってるわよ。ん？守っていきましょう、私たちの世界を。ずっと一緒に。ああ。